ボリス・ボリソビッチ・ローテンベルクは、ロシア・サンクト・ペテルブルク出身のサッカー選手。ロシア・プレミアリーグの FC ロコモティフ・モスクワ所属。ポジションは DF。父親は、ホーブス氏のロシア長者番付上位100人の2010年度版に、推定7億 US ドルの資産を持つとして、名前が挙げられている富豪のボリス・ローテンベルク SR である。父の友人には、 1960年代に一緒に、柔道の指南を受けて、以来の旧友である、ロシア連邦大統領のウラジーミル・プーチンがいる。おじには、同じホーブス氏のロシア長者番付上位100人の99位に、名前が挙げられたアルカディ・ローテンベルクもいる。2008年7月、自身と同じユダヤ系ロシア人である、ヤコフ・エールリフと共に、イスラエルのハッポエル・ペタフチクバ FC のトライアルを受けて、 チームに加入している。ユダヤ人はイスラエルでは外国人選手としてカウントされないことから、クラブは二人の獲得に興味を持った。2016年8月31日、FC ディナモモスクワからフリートランスファーで FC ロコモティフモスクワに加入した。2015年6月、29歳で初めてサッカーフィンランド代表としてナショナルチームからの招集を受けた。 ありがとうございます。